はい、おはようございます。はい、お疲れ様でした。秋に向けて東京マーケットも今年の夏の暑いのをちょっと経験しまして、昨を寝ました。昨夜、はい、寝ましたね。寝たんですか？寝ました。はい、従業員も一人脱落したもので当時いた人間が脱落で、3ヶ月で辞めましたんで、よろしくお願いします。もう当市場とは一切関係ございませんのでよろしくお願いします。はい、であと、10月に向けて今が9月から工事入ると思うんですけど、どうなるんですか今の現状のクーラー2つ2台を活用して、はい、そこに天井をつけて、はい、そこからこう入って、はい、壁を横につけて、はい、木曜日もあのテーブルが入るぐらいの大きさの、はい、全部囲いで天井もつけちゃいます。小屋ができちゃうんです。倉庫の中に倉庫の中に小屋倉庫イン倉庫。そう、じゃ結構大掛かり。大掛かりですよ。そうですよね。うん、火曜日もそこでやるんですか？火曜日もやります。あ、着工は9月ぐらいにして、はい、一応終わらせたいと思ってますので、なるべく急がせますけど。あ、立てながらその間は市場やる、うん、あ、だから3日で立てちゃう。え、金土日月で4日が、あ、じゃあ気づいたらできてるみたいな。できてる。本当ですか？やば、そんな簡単にできるんですか？あのね、プロだから。やぐらとか、あの当日あの、まあ、モードの会場も作ってくれた、はい、あのプロ集団がいるんで、あの方、そうあ全部やるんで、はいはい、一応快適になると思うよ。そうですね。荷物の出し入れのところは一応カーテン、はい、透明なカーテンにして、はい、四隅をこうカーテンにして、はい、それで結局言いたいのは、はい、それを作ることによって外売りと中売りっていうのを分けます。火曜日もですか？火曜日、木曜日は今まで通りで流しますよ、はい、盆流しでやりますけど、はい、火曜日に関しては外売りと、はい、外売りって言ってもこの場内ね、はいはいはい、外売りと中売りをはっきり分けます。何が変わるんですか？そのはっきりして分けるのは、はい、東京マーケットの今、現地を使っている段ボールあるじゃないですか、はい、あそこにきれいに並べて、加工台紙に入っているものに関しては一個一個流します。なるほど。そうすると、はい、結局一つ一つのものを見れて会員も買いやすくなるし、はい、金額も出せるようになるし、まあ、売る人も買う人も良くなると、はい、で外売りに関しては、うちの段ボールを使わずに自分の段ボールもしくは普通に、ね、はい、やってくれて、はい、やってくださいってことで、ごちゃ混ぜでいいんだけど、はい、もうゴミをなく、今日も、まあ、今日8月の開催で一発目に言ったんですけど、もう皆さん来てるの1年以上経ってるから、仕分けは自分でしろと正直言って、はいはい、あの高く売りたいんだったら仕分けは自分でしろと、はい、その辺はうちの仕分け部長の哲也君がよく分かってると思うんですよね。哲也なんかは1週間こう仕分けするんですよ。ああ、自分の荷物の、そうそう、自分の高く売りたいものと、はいはいはい、それをやることによって今まで1000円だったものが5000円になるものもあるし、はい、そういう考えを持たないとやっぱ、はい、例えばうちで買ってそのまま抜いて、そのまま今日もね、メンバーでいたんだけど、会員でいたんだけど、うちで買ったシールが貼ったままね、売りのシールが貼ったまま、そこから多分2個3個抜いたんだろうね、今ね。なるほど。それをまた今度外売りで出しても結局ゴミなわけだから、分かっちゃうわけだから、うちが分かるのは貝が赤札ついてるから、はいはいはい、全部に赤札ついてるわけよ、箱に。そうなんだ。何をしてんの、そのまんま。あの結局このなんつうんだっけ、こういうの俺は市場業界でここの市場で買ったものと旗やるにしたってやっぱこれ旗じゃねえじゃない。そうですね。旗してになっちゃうわけよ、ここに旗して元のところのものを旗して、でそこでいいものを抜いてこっちで並べて売ってもいいけど、旗しっつうのはやっぱここの市場で買ったものを次の市場に持っていくのは旗しっていう言葉があって、うん、それをね、もう1年経ってるやつは俺に今日怒られましたよ、みんなの前で。そうてめえ1年経っててもう新規じゃねえぞと、はい、そろそろ別れと、はい、もうこんなこういうやり方したら結局売れねえんだから、はい、こっち売る方もさばく方もさばいて運ぶ方も手間がかかるわけだから、やっぱり、ね、この方はもう弟子に裏切られて一人辞めちゃってるやつ。弟子が一人辞めたわけだから早かったですね、育てきれず。こればっかりしょうがない、ご縁だからね。しょうがない。まあ、市場側も進歩していくにあたって、
会員も進歩していかなきゃいけないし、まだまだ機能業の古物商だったらいいですよ。それは今まだまだ柳田 YouTube 見てノート買って、今また古物を始めまして脱サラしましたとか、そういう人はもうぜひもうどん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 受け付けますから話もするし、ただ1年2年経ってるのにクズノックやってるようじゃ進歩はないよこの古物業界。今日も朝も後藤さんとかもいろいろ話したけど、やっぱぬるいと、生ぬるいと、ぬるい、ぬるい、あのぬるま湯に浸かりすぎてる今、まあ、なるほど、まあ、こんだけ増えてきたんだから自分はどっかでズバ抜いて一人だけ飛び出ようって感覚を持たないと、この古物業界生き残っていないから。柳田新作 YouTube みたいにこうやって YouTube の方で成功する人間もいれば、ノートも成功する人間いる、背取りねして成功するやつもいる、果たして成功してるやつもいる、メルカリいろいろやったりするので成功する、だけどそれに対して全部は自分の努力だから、やっぱり、ね、今も何回も徹夜さん通りますけど、仕分け部長ね仕分け部長朝早くから夜遅くまで忙しいんですよ。徹夜もフリーマーケット行ってからこう人間が変わったしね、うん、やっぱ外に出て外売りね、何が一番自分の得意かっていうのを、古物が得意になりたかったら古物に夢中になって勉強するのが当たり前であって、まあ、柳田 YouTube で出てる通り、収穫会のやり方とかそういうのいっぱい出てるじゃん。だから平場の市場のやり方、ブランドのやり方、骨董のやり方っていうのはこの動画を見れば全て分かることになってるわけですよね。まあ骨董しかやってないこういう YouTuber もいるけど、うちの場合この全部平場から何か全て通してめったにいけない収穫会の動画まで撮れるわけだから、古物以外でいろいろ儲けるのはチャンスはこの古物じゃ自由だから、柳田がいつも言ってる古物商ってのは自由だから、ここから商売を広げていくのはいくらでもできる、自分のやる気であって。箱でやるにあたったらいろんな説明もできると思うし、今夏暑いし冬寒いから結構来れない人も多いんですよ、はいはい、だけど来年からは快適空間、はい、でこの今度この建物が全部できたとしたら、次はこのトイレも買えますから、はい、建てちゃうんですか。トイレも建てちゃうんですよね。建てて女性と男性の、例えば女性が入ってて隣で男性がクソしてたら、そのクソと聞こえる不快感だからそういうのをね、やっぱ女性の今個人プライベート、プライバシーというか、はい、そういうのも守れるような市場を今度目指していって、はい、今まで皆さんが来ていただいて今度快適空間に恩返しできるのはこういう時しかできないんで、だからいろいろお金は儲かってないんですよ。儲かってないけど、例えば今銀行の借り入れたら申し込んで、そういうのもいろいろね、あと夏の熱中症対策の助成金とかを使いながら、はい、徐々にそういうのをやっていって、あとあのあれ、駐車場が広くなるそれも広くなります。それ明日計測に、あの計量に来ます。あ、本当ですか、はい、なんかなるなる詐欺で終わってますけど、なるなる詐欺じゃん、今揉めてますあの計測で、あ、揉めてるんですか、うん、それで明日その不動産屋さんが来て計測して、はい、一応予定では裏からも出れるようになります。あ、そうですか、はい、はい、で既存の今の駐車場のあちら表側の道路に、あのうちの従業員とか関係者の人が止めてるところは使えないようにして、はい、全体的に言うと L 字になるのかな、はいはいはい、大きい L 字ね。何台ぐらい増えそうなんですか。一応10台20台あ、そんなに増える、うん、あ、じゃあ余裕です、ね、それで道路が通るんで、後ろ4トンが入る、4トン通れる。それはいつぐらいなんですか。揉めてるから、すみません、今明日その不動産屋さん来てまだ分かんないです。それでちゃんとあのその時にはもう両方ちゃんと下の泥だけにならないように整備する、はい、雨降ってもいいように、あ、はいはい、今のところも全部やってもらって、砂利じゃなくなるとか、砂利かもしれないけど砂利を全部引いてもらうと、はい、ああ、なるほど。今奥の方は引かれてないじゃん、畑みたいに。そうそうですね。へえ、現状今駐車場の左側が全体、左側に駐車場がまたできて、はい、奥側に道もできる。道もできる。4トンが取れるね。すごいですね。はい。それが今度は4トンは4トン。トラックはトラックでこう、ね。トラック、トラックスペースもできる。そうそう、ああ、決まった区間ができるってことですね。ああ、それいいですね。それでまたそこが今度あのコンテナも置いていいっていうことなんで。コンテナ貸しで2棟ぐらいコンテナ貸しして倉庫に、はい、倉庫管理もできるのかなっていう考えも持ってますんで、あ、いろいろプランが、ちょっといろいろプランを考えてるんですけど、はい、どういうふうにやろうかなっていう、はい、じゃあ年内には小屋の中に小屋が建って、そうです、駐車場が広くなる、そうです、かもしれない。いや、必ず広くなる。小屋はまあ建つ、小屋は確実、今年の冬はもう
ジャンバーなしでこう汗かくぐらいの暑さで、あの何え、あれ暖房ついてましたっけ。冷暖房か、冷暖房あれ暖房もいけない。だってこれ80万かけて作ったって何の意味しないんだもん。そうでしょ。これ足りるのかなだもんで、はい、やりますよ、はい、今年の冬はさ暑くないちょっとって言われるぐらいで、はいはい、皆さん今まで寒いだな、暑いだの言ってたって今ね、とんでくださいね。なぜ僕らもだんだん年取っていくから暑さにも弱いし、はいろいろある面がありますんで、はいろいろ変えていきたいと思いますんで、はい、でまた他の市場ともつながりを持ちながら、はいろいろ全国埼玉から国立市場を発信して全国津々浦々、行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、でこの後もまだまだ柳田 YouTube 見た方は1万円の割引してますんで、はい、ぜひこれがいつ流れるかわからないですけど、お盆前に流れたら、お盆中絶対来てみたいとか、そこからスタートしてる人が結構多いですから、去年も、ね、一昨年も、まあ、お盆中に来れなかったら今度は冬休みの最中。当市場は、今日も質問がありましたけど、正月休み以外は一切ゴールデンウィークお盆最中も取りません。取りません。その辺を、皆さん分かっていただいて、はい、今日はこの辺で柳田 YouTube を終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。焦げちゃってます。見てこの3人ちょっと並んでみて、やばくない？全然色違うね。やばくない？毎年そうですけど。そんなことでお疲れ様でした。ありがとうございました。バカ話みんなでしましょう。ありがとうございます。はい。気がする。